Aizen 隊長。いいえ、もはや隊長と呼ぶべきではないのでしょうね。大逆の罪に、Aizen 宗介。どうも、Unohana 隊長。来られるとすればそろそろだろうと思っていましたよ。すぐにここだとわかりましたか？いかなる理由があろうとも、立ち得ることを許されない完全禁徒区域は、精霊邸内にはこの正常等距離ただ一箇所のみ。あなたがあれほどまでに精巧な死体の人形を作ってまで身を隠そうとしたのなら、その行く先は精霊邸内で最も見つかりにくい、ここを置いて他にありません。惜しいな。読みはいいが間違いが二つある。まず一つ目に、僕は身を隠すためにここへ来たわけじゃない。そしてもう一つ。これは死体の人形ではない。あ、いつの間に？いつの間に？この手に持っていたさ、さっきからずっとね。ただ、今この瞬間まで僕がそう見せようとしなかっただけのことだ。どういう？すぐにわかるさ。空、解くよ。砕けろ、強化水月。僕の残魄と強化水月、有する能力は完全催眠だ。完全催眠？だって強化水月は流水系の残魄刀で、霧と水流の乱反射で敵を攪乱し同士打ちさせるって、Aizen隊長そうおっしゃってたじゃないですか。私たち副隊長を集めて実際に目の前で見せてくださったじゃないですか。なるほど、それこそが催眠の儀式というわけですか。ご名答。最後に褒めておこうか。検査のために最も長く手を触れたからとはいえ、完全催眠感にありながら僕の死体にわずかでも違和感を感じたことは見事だった。Unohana隊長、さようなら。君たちとはもう会うこともあるまい。待て！